今日は死ぬほどジャージャー麺が食べたくなって新大久保の大人気のお店に来てみました。日本一ジャージャー麺が美味しいって噂のお店です。ジャージャー麺2皿と小皿の淡水浴のセットにしてみました。これで小皿なんだって思うほどボリュームのある淡水浴が来ました。まずは何もつけず食べてみます。やっぱり薄味だったのでソースをかけて食べます。わーい、ジャージャー麺です。事前にかき混ぜ方いろいろ研究したけど、もうとっても重くて持ち上がりません。結構なボリュームですよ。本当に日本一美味しいかもしれない。美味しすぎる。お腹いっぱいでした。ごちそうさま。次は私の大好きな韓国茶のカフェです。あれ、今日は猫さんいないのかな。猫さん登場。今回私は手中洗顔茶を飲みました。この子のお名前はチャッピーさん。名前を呼ぶとすぐに来てくれます。お連れのアーリオオーリオちゃんはスジョンガです。洗顔茶は生姜の味が強めで甘さもあって飲みやすいですよ。そしてスジョンガと似てるんです。でもスジョンガの方が甘いかな。チャッピーちゃんを見てるだけでも癒されるカフェでした。可愛いですよね。今日のジャージャー麺のお店と韓国茶のカフェは絶対おすすめです。帰宅して試食、間違いなかった。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。